広島カープ塾始めます。今日はちょっと栗林投手を上げてみようかなと、はい、思います。で、侍ジャパンでリリーフで全試合投げて抑えたんですが、私はですね、基本的に栗林投手は今シーズンはもう先発に回してほしい、あのシーズン途中でリリーフを先発ってのは反対なんですが、今シーズン今のカーブだったらもう栗林投手先発に回してほしいなと、ゆくゆくは多分先発なんだろうと思うんですよ。森下投手と2枚看板で、でなんでかっていうと、もうほぼほぼカープは1点差栗林ってケースがないんです、そうなんですね、もう8回でひっくり返されてるんですね、接戦の試合、はい、まあ、もう持っていたら8回栗林っていう手の方がいいんじゃないかってぐらい8回でひっくり返されちゃうわけですね、点差的に、接戦だと、ま、1点差だと、感覚がすごく読みづらいですね、栗林たち、結局勝つと、まあ4点差3点差でリードで栗林投手なんですね、うん、でこれでリリーフ、まあ当然抑えなきゃいけないんで、まあカープの他のピッチャーが3点差でも心配なリリーフではあるんですが、はい、でも栗林投手の起用を考えてあの力だったら先発でやっぱり1週間のうち1勝取っちゃいましょうよと、もったいないと、そうしないと、今のカープが毎回、まあ、ここはドラゴンズみたいに大体接戦で 1,2 点差で9回ですと、リードが、はい、だから必ず9回は0点に抑えるピッチャーがいるから栗林ならいいんですが、カープ大体9回3点差ぐらいで栗林なんですね、あんまり1点差ないんですキリキリしない場面ですもんね、栗林投手のピッチングがたまにヒヤヒヤさせるだけで、点差自体は1点差ではないんですね、ほぼほぼが。ピッチャーの割、登板数の割には、そして防御率はすごくいいにもかかわらず、実はセーブポイント少ないんですよね、投げる場面がないですからね、カープだって勝ってないわけですから、8回あの9回の時点で同点の時の栗林もありますからね。そうですね、結局同点でしまうというか、ね、同点で終わってしまいますから、同点で終わらせてるっていうのはあまり意味があるんですけど、意味がないんですよね、勝たなきゃいけないわけですから、はい、逆に言うと同点を同点で終わらせるようなピッチャーを作んなきゃいけないんです、なぜなら8回のピッチャーがそういうのが必要なピッチャーだから。そうですよね、だから逆に同点の場面で9回に投げる力のある投手を作る必要があるんですね、それが8回も投げるピッチャーだと思いますので。ちなみに栗林投手34試合登板してるんですけども、セーブポイント18なんですよ。で普通だと、あ、負け数が多いんだなと思うんですけど、負けが1個しかないです、勝ちもない、そうですよ、そうなんです、ほとんど同点の場面だって言ってることが多いと、まあ、同点の場面ですね、あとはセーブ、まあ、4点差ぐらいで投げたりもしてますので、はい、ポイントがつかない場面でも投げてますのでね、ゲームでも出てますよね、審査の負けでも、ね、そうです、あとゲームさ、あの結局投げてないから投げさせてるっていう試合がありますので、はい、でまあ、多分今のカープだとこのまま栗林投手を長川投手のようにリリーフ一本とは思えないんですね、まあ、大瀬投手もリリーフやりましたけれども、はい、そうですね、やっぱりかなりバリ、あの一番はですね、あの困った時に変化球で
そのイニング終わらせられるんですよね。うん、先発の一番必要な力を持ってるんですよね。あれでも、もし栗林投手が先発になってですね、森下投手も当然先発のままと。で、まあ、大瀬良投手1年間出るかどうかわかりませんけど、栗投手と大瀬良投手2人足してみれば相当なレベルだと思うんですよね。そうですね。3人は相当高いレベルのピッチャーがいい。先発は多分セ・リーグ随一といっても。随一だと思うんですよね。実際に。これすごい、いい。そうですね。で、8回で打たれて負けても、9回で打たれて負けても、負けは負けなので、はい、そうですね。もう、カープの8、9は、スクランブルでいいんじゃないかなと。だって投げないんだから、栗林が。うんですね。まあ、登板数が少ないという、今のカープの試合でいうと、登板数が少ない、もしくは1点差で9回に突入するカープの試合が少ないというデータがあるので、そう考えるときですね、こう先発と抑えの身が違うといろいろ違う点はあるんですけども、まあ、一つはやっぱり、打席に立つことが、まあ、栗林投手はないわけですけど、まで。ない。球団になったことがないわけで、この打者としての栗林投手、ちょっと見てみたい気がします、ね。そうなんですね。特に送りバントかなんかの打者を進める、打撃ですね。栗林投手の 打席って見た記憶がないんですけどね。でもある程度はやってると思うんですよね。社会人までやってますので。そうですよね。できないわけはないとは思うんですよね。必ず社会人野球 の東京ドームの試合に出るトヨタですから出てるはずですので、地方負けはしてないと思いますので。そういうことを考えると、栗林投手を先発に回せないという理由は、もしフランスワ投手がね、こういうふうに膝の怪我をですか、怪我をしてなく、そして手術をしてなければ、やっぱ栗林投手が最初が先発だった可能性もあるんでしょうね。私はだから迷ったんだと思うんですよね、キャンプオープン戦。栗林投手の抑えはそこは決まってなかったですから、決めたのはオープン戦後半ですので。ですので、今のカープの試合内容と試合展開で、ここはもう一つは8回の投手を作らなきゃいけないんですけれども、まあ、ケムナ誠投手、まあ、当然堀江投手、フランサー投手、全員、不安定なわけですね。そもそも8回投げるのに対しても不安定なわけですね。そうですね。であれば、リードして9回の可能性も薄いんですね。多分打たれて逆転されてる可能性があるカープの7、8回の状態なんですよ。そうですね。なおさら栗林投手出番がない、要は、調整登板のために、この試合勝ってるから栗林投手っていう起用になりかねない。であればもう先発にすれば多分5回6回まで2点ぐらいで抑えて、森下投手とか栗投手みたいに、まあ、少なくとも4回に、まあ、1回はもしかしたらね、4回に1回ぐらいはまあある程度打たれちゃって、まあ、負けちゃうかもしれないっていう内容かもしれないですけれども、3回は間違いなく勝ちを拾える試合をすると思うんですよね、栗林投手。そうですね。そしたら3回勝てるわけですよね。これ栗林投手9回待って3回よりも確率は高いんじゃないかなと、はい、この大西投手とかの使い方見てても、本当の先発するかどうかまだ分からないし、なんかこう、なんていうんですかね、
中継ぎにリレーしていくような使い方をすることもあるので、バイチャーもう一回大西投手を中継ぎに戻して、フランスの投手かなんか9回また任せられるという状況が見えてくれば、あれ多分膝をかばってるだけだと思うんで。そうですね、今力がまだ、うん、まだだから、あの大瀬良投手と一緒で一軍登板が早いんだと思うんですよ、ボール自体が、打たれてることが問題なんじゃなくて、まず2軍の登板で打たれてることでは、はい、まず試合で投げるのが早すぎるんじゃないかなと、1ヶ月。うんですよね。あの投げれるから抑えられるっていうような、今日本のプロ野球のレベルではないんですよね、昔と違って。やっぱり完璧に投げれる、自分のボールですってボールが投げれないと抑えられないので、下位打線でも大事だしますからね。そうです、だからそれだとただ単に自信なくさせるだけなんですよね。そうですよね。でこれは一番良くないことですよ、自信なくさせちゃいけないわけですよね。これ体調不良でボールがいってないから打たれてるって言ったって、打たれるってことは自信をなくすってことだから、登板させない方がいいわけ。そうね、ですよ。やっぱり要は一番は抑えるっていう成功体験の数が多い方がいいわけですから、失敗体験が多いとトラウマになるわけですから、まあ、トラウマになる確率が高いわけですから。あともう一つ塾長、まあ、これはこの話ちょっと違う角度の話なんですけども、やはり栗林投手っていうか、まあ、ほぼどの選手も1年1回しかチャンスがない、新人王のチャンスが、新人王を取るチャンスがあるわけですね、栗林。ありますね、はい。今年栗林投手が、まあ、オリンピックに狙われたこともあったし、活躍したのってこともあって、新人王、まあ、もちろんね、佐藤選手とかね、セ・リーグで言うと打者なんですね、他にも候補者がいると思うんですけども、栗林投手が、まあ、この時点の中でですね、後半戦始まってる中で新人を取る可能性結構高いのに見ますか？あの、私は今の状態だと私は入れないです。ああ、なぜならやっぱり活躍の数字がないから、だからそうなんです。なるほど。それはやっぱり優勝して打席数が多分まだ60試合あると、佐藤選手の打席数、怪我がない限りは少なくとも前半と同じ打席数が加わるはずなんですね。うん、とホームランもだいたいかける 1.5 はある可能性があるわけです。はいはい、で今の栗林投手のカープの数字でリリーフでセーブがつかないわけですよね。うん、リリーフのリリーフで防御率って言ってもなかなか。まあ、そうするとあれですか、あの昔あと阿波野投手ですね、あと西崎投手のトレンディー対決とかいうところに、はい、片方、あれどっちでした、西崎投手は新人王でしたっけ、それとも阿波野でしたっけ、どっちかがあって、やっぱりリーグの選手とかなんか、っていう特別、あの村上選手と近本選手がそうですよね。そうですよね。村上選手新人王で、近本選手が確か特別賞。はい。あと笹岡投手と与田投手も確か似たような形になってるとは思います。はい、今のままだと塾長の見立てだと、あ、阪神がこのままね、1位かなんかなとするならばですね、佐藤輝明選手が新人王で、リーグなんとか特別賞というのが、栗林投手と、こんな感じになってきそうなる可能性があるぐらい、要はここでどんどんね、カープが1点2点のリードで、栗林投手が3連投4連投、まあ、あんまりいいことではないですけれども、カープがそういうゲーム点差だから投げてると、だから数字が上ってきたって言ったら新人王の可能性は極めて高いですけれども、
この数字では、うん、なかなかね、なかなか、しかも結局後半戦まだ登板してないわけですね。そうですね、まあ、登板する機会がないわけですね、うん、というのはリリーフは登板の機会がないっていうのが出ちゃうんですね。そうですね、あの防御率上げたいって、じゃあ負けてるゲームだけどじゃあ投げてくださいってわけにいかないわけですよね。なんか正直大西投手の方が先抑えがいい、球界いいんじゃないかなって気はしますけどね。今は後ろに回した方がいいのかなと。だから森浦投手とか剣村誠投手、島内投手、フランサー投手、堀江投手、もうとにかく、まあ、一時期、原監督がやったもう一人に一人、うん、もうとにかくそれで9回逃げ切る、もう右左関係なくて一人一人アウトに取ったら交代、総動員で行きますと、行きますと、そうですね。8、9回を。8を持っていくぐらいじゃないと、うん、そうは言ったって、なかなかリードで8、9に持っていけないわけですよ、カープ、打線も含めて。ですね。それが今の、まあ、3位と4位。うん、要は、ドラゴンズ、カープ、DeNA が問題なのは、8、9、まあ、特に9回の時点でリードして9回に持っていけないのがこのゲーム差ですから。そうですね。そんなリリーフ9回全部負けてて、もうこんなゲーム差にはならないわけですよ。9回リードしてないから、ゲーム差が11も。そうですね。あるわけですから、まあ、ピッチャーだからもうそれ任せてくれないです。それは先発から、そうです、8回までの試合が点が取れない、まあ相手チームより点が取れてない、もしくはピッ、あの打線が悪いのかピッチャーが悪いのか、いろんな事情があるにしても8回までなんさてリードで9回に持っていけないからって言うんだったら、大瀬良、あの栗林投手の先発に持ってって確実に1週間に1回登板してもらう。わかりました。この方が新人王も取れるし、はい、カープの将来的に考えても、はい、今の中から8回9回もう誰かを探すために、うん、もうスクランブルで結果を出した人順に9回で、次に結果出したら8回、それまでは全員1人1冊。わかりました、塾長ありがとうございます。ありがとうございます。どうも失礼いたします。失礼いたします。チャンネル登録をしてもらうと励みになります。お願いいたします。